どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。いや皆さんね、ご無沙汰してしまいました。本日よりね、動画、また再開ね、していきたいと思いますんで、お付き合いいただければなと思います。で、詳しいな、今回ね、私怪我してしまったんですけど、まあ、詳しい内容っていうのはまた週末のね、雑談生放送等々でね、話していきたいなと思っておりますんで、もしお時間ありましたらですね、そちらの方もチェックしていただけたらなと思います。で、本日はですね、マリオットボンボイホテルのキャンペーンと、一応ですね、新型コロナウイルスの特別措置みたいなのね、マリオットボンボイホテルね、発表いたしましたので、今回ね、こちらの解説、やっていきたいと思います。まず一つ目ですね、特別対応措置ということで、2019年に獲得したステータスによってエリートナイトクレジットを付与するっていうことをね、先日発表いたしました。まあ、このね、エリートナイトクレジットってなんだっていう感じだと思うんですけども、こちらはですね、マリオットボンボホテルにはエリートナイトクレジットという名の宿泊実績っていうのがありますよね。まあ、この宿泊実績っていうのは年間のね、宿泊日数で、まあ、これによってね、ステータスが変わっていくものなんですけども、マリオットボンボアプリ、ホテルのね、アプリとかの、ポイント画面とかでもね、確認できる、今年何泊したかみたいなね、まあ、これが、まあ、エリートナイトクレジットと呼ばれているものなんですけども、まあ、こちらを2019年に獲得したステータスによって宿泊実績をね、無料でもらえるっていうね、発表をいたしました。ちょっとここにね、出しておきますけども、ゴールドの方は13、プラチナの方は25、チタンの方は38、アンバサダーの方は50というふうになっておりまして、かなりのね、宿泊実績が、まあ、無料で付与っていう感じなんですよね。ですからね、2019年に、ステータスをね、ゲットされた方は、まあ、何をしなくてもですね、2020年度はこちらのね、救済によるエリートナイトクレジットがね、まあ、付与されるっていう感じなんですよね。またですね、2019年に、アンバサダーの、ステータスをね、獲得している方は、2020年に、まあ、今回この特別措置でアンバサダーの方は、まあ、50ね、付与されるわけなんですけども、さらにね、自力で50泊して、まあ、合計ね、100泊維持された方はですね、どなたかに、プラチナステータスをね、プレゼントできる権利がね、まあ、付与されるっていうのをね、発表されております。これすごいですよね。まあ、アンバサダーで年間100泊ね、マリオットボンボイホテルにね、宿泊する方となっておりますんで、まあ、かなりね、ハードルは高いんですけども、すごいですよね。プラチナステータスね、まあ、もちろん1年限定だと思うんですけども、付与できるっていうことになっておりますんで、まあ、アンバサダー会の方はね、まあ、ぜひ狙っていただきたいなと思うんですけども、まあ、アンバサダー会ね、年間100泊しなきゃいけないんで、ね、かなりハードルは高いですよね。で、こちらのね、特別措置が、発表になった時にね、ステータスね、取得しやすくなるんじゃないか、みたいなね、感じで思ったんですけども、まあ、よくよくね、考えてみると、SPG アメックスとかをね、保有している、まあ、ゴールド会員の方は、まあ、今回の特別措置で、ゴールド会員ということで、13泊の、エリートナイトクレジットがもらえて、SPG アメックスをね、保有しているだけで、年会費更新時にね、5泊分の実績が付与されますんで、まあ、自動的にね、18泊付与されるわけなんですけども、まあでも、プラチナステータスにね、まあ行くためにはですね、あと32泊、まあ必要になるわけですよね。ですけど、まあ32泊なんで、32泊っていうことは、32泊じゃないですか。っていうことは、32泊ね、まあ結局、この SPG アメックスを持っているだけで、13エリートナイトクレジットと SPG アメックスの5泊のクレジットね、足したとしても、まあ、18泊にしかならないので、ゴールドステータスでね、プラチナステータスを狙うっていう方は、まあ、こちらをね、まあ、今回発表はされましたけども、まあ、特にね、すごいお得っていうわけでは、まあ、お得っていうか、まあ、なんですかね、これを利用してプラチナステータスね、狙おうっていうのはね、別におすすめにはならないかなってっていう風になるんですよね。まあ、というのも、まあ、普通に今、プラチナチャレンジっていうものがね、マリオットボンボイホテルでは行われてまして、3ヶ月以内でね、16泊、すればね、プラチナステータスになることできますんで、まあ、今回のこの特別措置で、まあ、そちらのプラチナステータスをね、狙うっていうよりかは、まあ、普通にね、プラチナチャレンジして、プラチナ、取得した方がね、
宿泊数がね、少なく済みますんで、まあ、そちらがね、まあ、おすすめかなっていう感じですよね。ですので、まあ、今回の特別措置っていうのは、まあ、プラチナステータスの方がチタンとか、まあ、チタンの方がアンバサダーとか、アンバサダーの方が、まあ、さらにアンバサダー維持っていう感じの深いのね、ステータス方向けの特別措置っていう感じがね、まあ、個人的にはねそう思うかなっていう感じなんですよね。ですんで、まあ、SPG RMX をね保有しているっていう方であれば、今回はねそんなに影響はないかなっていうのがね今回の発表となりました。もう一つはですね、まあ、こちらキャンペーンの解説なんですけども、こちらは特にねあのエントリーとか必要であるキャンペーンではなくて、7月いっぱいまでのポイント宿泊について全てねオフピーク期間のポイントでね利用することが可能です。まあオフピークというのは、まあ、昨年ね導入されたもので、その時のシーズンの、まあ、繁忙期みたいな感じで、まあ、ホテルがね独自でポイントをね変動してるわけなんですけども、まあ、これが、まあ、シーズン制のポイント宿泊なんですけども、これでねピーク、オフピーク、スタンダードピークっていう感じで、無料宿泊ポイントのね幅が、まあ、1万ポイントから2万ポイントぐらいね、まあ、幅があるわけなんですけども、まあ、今回のねこのキャンペーンでは一番お得なね、オフピークでね、ポイント宿泊ができるっていうキャンペーンなんですよね。特にエントリーとかは必要ありません。予約期間が、2020年の6月30日まで、宿泊期間が、7月31日までというふうになっておりますんで、まあ、今月中に、予約していただいて来月いっぱいでね宿泊するっていう感じになりますね。で、対象ホテルなんですけども、まあ、ざっと見た感じだとですね、残念ながら沖縄以外のホテルが、まあ、対象っていう感じになっておりまして、まあ、これね今現時点の情報であって、今後ね変更になるかもしれないんですけども、まあ、ひとまずね今現時点では、沖縄のホテルはねこのオフピークの、キャンペーンにはね対象ホテルになってないので、まあ、その点だけはね覚えておいてください。で、先ほども言った通りねエントリーは必要ありません。マリオットボンボンホテルのねアプリもしくはウェブサイトからね予約すると、まあ、オフピークでね宿泊することができます。対象ホテルね一応ねこんな感じで、出しましたので、もしね必要な方はね、まあ、スクリーンショット撮っていただく等々していただいて利用していただけたらなっていう感じです。で、カテゴリーによってね結構分かれておりまして、対象ホテル自体は、かなり種類がありますんで、狙ってるホテルね人それぞれあると思いますんで、ぜひねこの機会に、まあ、利用するのもねいいんじゃないかなと思います。まあ、特にねメムズ東京オートグラフコレクションだったかな、4月末にオープンした新しいねマリオットボンボイホテル、東京にある東京竹芝だったかなあるホテルなんですけども、そちらもね今回のこのキャンペーン対象というふうになっておりますんで、まあ、まだね宿泊されたことがね少ないホテルとなっておりますんで、まあ、私もねかなり宿泊しに行きたいですですけどちょっと私はねしばらく行けませんので、まあ、この機会にね利用するのはかなりいいんじゃないのかなと思います。で、最後にね注意点なんですけども、マリオットボンボンホテルのね動画で、まあ、最近結構言わせていただいてるんですけども、今現時点でマリオットボンボンホテルは、まあ、かなりね現金決済でも利用料金低くなってきております。まあ、これからねどんどん上がっていくと思うんですけども、まあ、現時点ではねまだ結構低いので、まあ、ポイントと現金ね確実に天秤にかけてもらって、まあ、どちらの方がね、まあ、お得なのかっていうのはね見てからね予約するようにしましょう。1万円ぐらいのねホテルを2万とか3万とかのねポイントを支払ってね宿泊するのはちょっともったいないなっていう感じもしちゃいますんで、まあ、その点だけはねしっかりね見てから、まあ、予約するようにしてください。いかがだったでしょうか。今回はマリオットボンボンホテルの、特別措置と、キャンペーンですね、解説させていただきましたけども、マリオットボンボンホテルもねホテル再開に向けてね、動き出しておりますね。今後のねキャンペーンもね、多分行われると思いますんで、こちらもね、期待して、待ちたいと思います。今回の動画がね、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった、マリオットボンボンホテルのこと、JAL マイル、ANA マイル、各種マイレージ、クレジットカード、お得情報なんかをね、発信させていただいておりますんで、もしよければね、チャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。